山田渉記事は文化放送のアナウンサー。広島県広島市出身で、広島県瀬戸内高等学校、広島修道大学法学部卒業。広島東洋カープのファンで、自身も小学校から高校まで野球を経験。一貫して外野手で打順の2番を任されていた。高校の硬式野球部時代の2学年後輩に、オリックスバファローズ投手の山岡康介がいる。また、広島を中心に活動するフリーアナウンサーの江本和真とは、大学生時代から親交がある。大学卒業後の2016年4月1日付で、山陰放送にアナウンサーとして入社した。4年間の勤務を経て、2020年3月31日付で退社。同月中旬に退社を発表した時点では故郷に戻る意向を伝えていたが、翌4月1日付で文化放送にスポーツアナウンサーとして移籍した。文化放送移籍後の2020年には、6月26日に RKB 毎日放送への裏送り方式で制作された埼玉西武ライオンズ対福岡ソフトバンクホークス戦中継でベンチリポーター、9月24日の西武対北海道日本ハムファイターズ戦中継で実況を初めて担当した。移籍時点でのアナウンス部長だった太田秀明が編成局長へ就任した10月1日以降はスポーツ関連以外の番組にもレギュラーで出演。太田がアナウンサー兼務ながら編成局長の職務を優先させている関係で、太田が就任前まで出演していた番組の一部では、太田から担当を引き継いでいる。ありがとうございます。